疲れさんです。17日夜なんですけど、今日は、ごぼう人参牛肉の煮物と、ローソンのね惣菜のタケノコのなんか土佐煮みたいなやつと、あ、これも惣菜でなんかそら豆とエビのかき揚げかな、大根おろしですね。であったかい緑茶とキムチとなってます。であとね、もう今7時45分安定の8時前なんですけど、今日はね、あの圧力鍋で自宅で採れた里芋の小芋をね、ふかしたんですよ。で、下ごしらえしといて、あの、今度ね、その里芋の小芋でと人参で甘辛くね、煮物作ろうと思ったんですよ。そしたら、なんか、夕飯をこれ作ってるね、家族が、ちょっとお腹空いちゃったとか言って、二人でね、あの、パク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 ね、その小芋を剥いて食べてたらね、高齢者にもね、この食事のね、支度が遅いんで、ちょっと言いづらいんですけど、ちょっと親、几帳面すぎて、すごい料理遅いんですよ。で、お腹空かせるんで、芋を出しといたんですよね。で、そのことやって、全員分振り分けたら、なんか、一人分の食べる量、3個ぐらいしか残らなくなっちゃって、煮物はやめました。はい。ということで、もう今日はね、すでにね、里芋が、4つぐらいね、私お腹の中に入ってるんですよ。しかも、その、お芋を食べながら、麹水も飲んでるんで、もう、胃腸の粘膜と、消化酵素の摂取がバッチリなんですよね。というわけでね、早速ね、晩ご飯を食べたいと思います。今日はね、疲れたな。庭のことやってたんですけど、まあ、夕方の4時前にね、3時過ぎですよ。3時過ぎっていうか、3時台にね、庭に行ってね、作業を始めて、高齢者にね、すれ違ってね、2メートルの距離で一緒に作業してたにもかかわらずね、私が足悪いんでね、親に出かける前にね、用意してもらった道具があったんですけど、4時過ぎにね、片付けられましたね。雨が降るからとか言って片付けられたんですけど、いつもやってる作業台なんですよね。他のものも一緒に置いてあって、勝手に片付けられましたね。何が雨降るからだよと思いましたよね。6時まで作業してましたけど、雨降らないですしね。そもそも、他の人が作業で使ってるものを、なんでこれを片付けていいのかとか聞かないのかが、私には理解できません。早速、まあ、煮物からいただきますかね。私ね、個人的にね、親とね、ちょっと料理のね、仕方が合わないんですよね。見てわかると思うんですけど、ごぼうのね、皮が全然ないんですよね。で、人参もね、皮全然ないんですよね。それで、味もあっさりしてて、こう、煮汁が、とろみがなくて、こう、あっさりしてるんですよ。私ね、ごぼうは味がついてる方がいいんで、皮すごくね、大事だと思ってる派なんですよね。で、人参もね、割とこう、田舎風にね、ちょっと残したりするんですよ。で、まあ、甘辛くして、汁がね、残すぐらいだったら、煮絡めるぐらい。調味料の全体の量変わらないで、煮絡めるぐらいにするのが好きなんですよね。で、まあ、これ、さっと煮て、すぐ出してるんで、味染みてないんですよ。一回冷めてないから。で、圧力もかけてないから、まあ、ごぼうとか人参とかそれなりに歯ごたえがあるんですけど、まあ、これをね、圧力鍋でやれたらね、いいんですけど、私ぐらいの年代のね、親御さんでしたら、まだ圧力鍋とか普通に扱える人多いと思うんですけど、器用じゃなくてっていうか、もう不器用で、ちょっとね、道具が使えないもんでね、できないんですよね。まあ、愚痴なんですけどね。まあ、いるとは思うんですけど、親があんまり料理があんまりね、得意じゃないとか、すごい料理作るのに時間かかる人っているんですよね。私結構ちゃちゃっとやっちゃう派なんで、って感じですけど。じゃあ、とりあえず食べよう。まあ、美味しいんですけどね。味が薄いですね。あと、やっぱりごぼうの皮こんだけ削いちゃってるんで、ごぼうが、ただの繊維の塊にしかなくて、風味が全然ないですね。ごぼうも美味しくないですね。スカスカです。